ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。いらっしゃいませ。メニューはこちらになりまして、おすすめはこちらの看板です。お待たせしました。季節のミルフィーユとチョコモンブランになります。あ、店内でのご飲食でしたらばこちらへどうぞ。メニューはこちらになります。お会計はこちらで。ドライアイスはお使いですか？ご主人様、フルーツショートケーキがもう少ないです。あ、あとシュークリームも。ご主人、誕生日ケーキのオーダーもらった。注文書をここに入れとく。この感動をしぐれちゃんにも分けてあげたいと思うんだよ。でも私たちは携帯とか持ってないのね。そっか、じゃあ写メできないね。デジカメもない猫には無力。そうだ、カメラがないならスケッチだよ。この感動を絵に残すの。というわけでご主人、私とショコラを描いてほしい。手早めにお願い。ではでは、いただきます。はい、甘さ加減、少しだけレモンの効いた爽やかさ、美味しい。この底のクッキーも、少しビターな味付けが。チョコレートソースがあるじゃにゃいですか。こっちは
私の好きなベリーソース、抹茶のパウダーまで。こんな至れり尽くせりでいいのですか？こんな幸せが許されるというのですにゃ。おいしい。どれもちゃんとレアチーズと引き立てあって、おいしさが倍増に。おいしい。ほんとおいしいですよ、ご主人様。プロみたいです。本当にプロの味。ご主人超かっこいい。ご主人様のご褒美嬉しいにゃ。褒めてもらった上に美味しくて幸せだにゃ。私たちすごく働いてるからね。ご主人一人じゃ辛かったでしょ。ショコラ、ご主人様のためにもっと頑張ります。もっともっと頑張りますからね、バニラ。自分の食いぶち分くらいは働く。居候と言われない程度に。もう素直じゃないんだから。バニラもケーキ屋さん気に入ってるんでしょ。ショコラと一緒に働くの楽しいからね。それだけだから。ほんとそれだけ。にゃはは、バニラの方赤いぞ。そんな子はほっぺふにふにしちゃろう。ふにふに。別に赤くの、こら、食べてる最中はダメだってご主人も言って。勉強？何のですか？ケーキ？あ、経営？ご主人はもう会長職に引退を決意？資格って、鈴？鈴？主人様、それって…それって、ショコラたちがちゃんと役に立ってるってことですか？しっかりお仕事できてるってこと？鈴持ちになったら、ご主人様は喜んでくれますか？看板猫が2匹とも鈴持ちだったら、ご主人の鼻も高いからね。連れてってくれる？私、行ってみたいところいっぱいあるからね。ご主人様と遊園地嬉しい。ショコラは本場のネズミ広告行きたいです。私はオーロラが見たい。月のクレーターでもいい。むしろ両方。
むしろどこでもと言ってくれるならご主人様のお布団の中でいいんですよ。むはー、猫史上初の宇宙到達。いや、いっそのことここはもう火星あたりまで行っちゃうとか。猫パラ。鈴持ちの明日への第一歩、準備はいいですか？ショコラ、バニラ、オッス、準備 OK であります。しぐれちゃん先生。オッスオッス、私も OK でありまする。いいですか？鈴持ちに必要とされる条件は、人間の生活の中に猫一匹で溶け込めるか。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。はい、復唱。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。違います、その前です、その前。試験なら今の罰ですよ、罰。カーショーが資格の勉強の仕方を教えてくれなんて頼み事なんかすっからだよ。ここ数日、しぐれのテンションがガチ上がりでマジ困ったもんだったぞ。カショウ様に頼られたことが本当に嬉しかったみたいでね。お店のお休みまで待ちきれない様子で、代わりに私たちが勉強を教えられたりしたよ。いいですか？そもそも単独行動許可証というのはですね、人間界の常識やルールを理解して猫の習性や本能に負けず理性で自分を律した行動ができるか、これを乗り越えた猫こそが本物の猫たりえるのです。そんな、そこらはまだ本物の猫じゃなかったんだ。どうしよう。まあ猫は猫だから、そんなうろたえなくても大丈夫。落ち着いて。バニラ、そんな悠長なことを言っていてはいけませんよ。早く立派な一人前の猫になるという気持ちこそが、自立した猫としての大事なことなのです。ショコラもバニラも、早く兄様のパートナーになりたいでしょ？おっす！ご主人様のパートナーになりたいです！おっす！まあ、とりあえず、ショコラのパートナーであれば、あとはクビにならない程度に。バニラには覇気が足りねえよな。ボケっとしてマイペースつうか、バリ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 。ちゃんとやることはやるから、やる気が表面に出ないだけだよ。バリ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 。人の世では論より証拠と言います。私が口で説明するよりも実際に体験した方が早いでしょう。まずは小豆のお手本を見せてあげましょう。小豆、長子の猫として松前たちに鈴持ちの猫たる姿を見せてあげなさいな。なんだめんどくせえな。ギャラ出んだろうな。ギャラ。小豆ちゃん、よろしくお願いします。よろしくね、あずき。では鈴持ちの猫の強靭な意志、兄様もとくとご覧あれ。はい、
ここに猫まっしぐらな油の乗り切ったテラッテラの大トロがあります。こんなこともあろうかと用意しておいたのです。一言で言えば兄様への愛にございます。そのような意図小さきことは置いておきまして、普通の猫ならば目の前に大好物を出されたら本能的に飛びついてしまいます。ですがこれを小豆の目の前にぶら下げても、おにゃー、はぁ、まぐ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 、もぐ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 、その圧、おにゃ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 、あちょ、あずき、今のは悪い例です。小豆には後でお仕置きをするとして、ココナッツ耐久猫じゃらし、ココナッツ準備はいい？お任せください、しぐれ様。行きます。兄様よくご覧くださいね。小豆とは違うところをお見せしましょう。頼みますよ、ココナッツ。はい、せい、おお、さすがココちゃん、すごい、すごいノーリアクションなんだよ。まったく気にする素振りすらない、まさに大物の風格。この程度褒めてもらうほどのことでもないよ。この程度のこと、しぐれ様の猫として当然だし、こんなの何時間でも続けられ、うん、あ、どうしたの、ココちゃん。あしょうがないとはいえ、よしよし。一応あずきもココナツも試験にはほぼ満点で合格してるはずなのですが、あれ？猫パラ。兄様、今度こそは何の問題もございません。大船に乗った気持ちでお任せください。はーい、面倒だけど来てあげたわよ。こんにちは、カショウさん。
微力ながらお力添えに参りました。ほんとよね、私が来てあげたんだから感謝してよ。可愛い妹たちのためですから気にしないでください。メイプルとシナモンにはペーパーテストの方を見てもらおうと思います。オス、勉強も頑張ります。先生たちよろしくお願いします。オス、オス、よろしくお願いします。では、あとは若い猫たちに任せて、私たちは兄弟水入らずのお茶としましょうか。先生が何人いても仕方ないですからね。鮮度を多くして、船、山に登る、です。あ、そうそう、私が作りました特徴ハギをお持ちしたのです。ぜひ兄様に食べてほしくて。あと良い茶葉も手に入りましたのでお供に。台所をお借りいたしますね。いそいそ。基本はロシア文字で出る口ね。これ覚えとくと結構使えるから。すっごー、メイプルちゃんすっごいよ。打てない顔持ちはないよ。マスター、顔持ちマスターだよ。かっこいい。ショコラは本当にいいリアクションするわね。でもこの程度で驚いててどうするの。次はライソスタンプね。心の準備はいい？そのお花はね、そのおしべとめしべっていうのがあってね、 あのねおしべとめしべがね、その愛し合ってぐちょぐちょにぐちょぐちょになると赤ちゃんがね。シナモン、発情してないでちゃんと教えて。発情にゃんで、私これでも鈴持ちのお姉ちゃんにゃんだから。こんな理科の教科書くらいで、保健体育の教科書でもあるまいし。お姉ちゃん不甲斐ない。私を見ちゃダメ。にゃんはん。一般常識と小学生くらいの学力は必要とされますから。最近は猫を使った犯罪もあったりしますしね。人間界の一般教養が必要なのです。あ、兄様、こちらのきな粉のやつも美味しいですよ。はい、あーん。ほら兄様見てください、このスタンプ可愛くないですか。試しにシグレが作ってみたのですが、それなりに結構人気あるんですよ。かけながら
少しでも兄様のお店を広められればと思いまして。兄様はお菓子作りの際はあっても、そういう商売気質ではありませんからね。これも妹めの愛にございます。褒めてくださいますか？しぐれは兄様になでなでしてもらうの大好きです。時はだいたい110に電話すれば大丈夫らしいわよ。ちなみに命が危ないっぽい時は119ね。これだけ覚えとけば大丈夫。メイプルちゃん、スマホが明日は雨だって言ってる。ジメジメするって。虫がね、その精子を精液を、あ、違う、花粉を運ぶの。花粉だからね。それで、めしべのね、あそこに、あれして、妊娠っていうか虫が代わりにエッチするの？代理エッチ？にゃーん！エッチとか恥ずかしいこと言っちゃダメ。その女の子は、恥じらいを持たなきゃダメなんだよ。バニラちゃんが、そんなこと言うなんて。シナモン、潤っちゃう。シナモン、よだれがパない。ふきふき。我が家の猫たちは皆優秀な猫たちです。猫たちの反省会は私がやっておきますゆえ、ご安心くださいませ、兄様。そしてこんなこともあろうかと、ここに鈴マニュアル虎の巻を持ってまいりました。兄様もショコラとバニラの飼い主としてこちらを読んで頑張ってくださいませ。猫パラ。ついに私たちは猫の限界を超えた。完璧。それはご主人様への愛ゆえでございます。ま、ご主人の今の顔、私たちが割り算を覚えた程度だと思ってた。ご主人様、ちょっと喉をゴロゴロしてください。ショコラは猫の喜びをポーカーフェイスで我慢してみせますよ。ゴロ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 。しょうがないじゃないですか。大好きなご主人様ですもん。
ゴロゴロ言う安い猫だと思わないでください。ショコラ、喉元なでなで。ゴロ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 ン。じゃあバニラだってやってみてよ。できるの？私は余裕に決まってる。猫だましも通じない胆力。カモンご主人、好きにしてごらん。見てご主人様、バニラの尻尾がピーンって、天をつく勢いでピーン。バニラめっちゃ喜んでるよ。違う、それはその、そう言うなれば、ショコラが近くにいるからその愛であって。たまたま失敗しただけなんです。他のテストも試してみてください。絶対に大丈夫ですから。そう、他のは全て合格ラインだから大丈夫。この猫殺しのテスト項目全部試してくれればいいと思う。主人様の猫ですから。Don't worry。クン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 。ご主人様のエッチ
ち。私たちをこんなに酔わせてどうするつもりに。にゃー、ご主人様、抱っこがいいです。ねえ、小づかみは、ね、小づかみは、愛を感じにゃえよ。猫パラ。ただいま戻りました。